皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。早速ですが、今回はカリーナックスをベースとしたハッキング環境の構築についてセットアップ手順などを交えつつ解説していきたいと思います。環境構築の大まかな流れとしては、その1、バーチャルボックスのインストール、これはベースとなる仮想環境の作成ですね。その2、カリーナックスの作成、その3、作成したカリーナックスの環境設定。初期構築時に設定しておいた方がいい項目がいくつかあるんで、それを設定します。その4、構築したカリーナックスからトライハックミーへの VPN 接続という流れになっています。今回 PC の OS は Windows 11を使用しています。比較的簡単に環境構築できる手順になっていますので、これから学習始めようと思っている方の参考になれば幸いです。1の1、バーチャルボックスのインストール。まずはバーチャルボックスのインストーラーをオラクルのコミュニティサイトからダウンロードします。動画を見るタイミングによってはバージョンが異なる可能性があるので、その場合は最新のものをダウンロードしてください。ダウンロードしたエクゼファイルを実行します。セットアップウィザードが立ち上がるので NEXT をクリックします。次に利用規約が表示されるのでアクセプトにチェックをつけて NEXT をクリックします。スタムセットアップのメニューが表示されるんですけど、ここは変更せずに NEXT をクリックします。インストール時に一時的にネットワークが切れますという警告が出るので、問題なければ YES をクリックします。Python Core なんとかっていうメッセージが出るんですけど、まあ今の時点では関係ないので Yes をクリックします。インストール後にスタートメニューに追加しますかとか、デスクトップにショートカットを作成しますかっていう選択になるので、任意の設定に変更して Next をクリックします。次の画面でインストールをクリックしてバーチャルボックスのインストールを開始しましょう。これでバーチャルボックス自体のインストールは完了になるんですけど、エクステンションパックっていうバーチャルボックスに追加機能をインストールするためのファイルがあるんで、そちらも一緒にインストールしましょう。1の2、バーチャルボックスエクステンションパックのインストール。先ほどの画面の右側にエクステンションパックっていう項目があるんで、そちらからダウンロードします。ダウンロードしたエクゼファイルを実行します。ポップアップが表示されるのでインストールをクリックします。ライセンス規約が表示されるので一番下までスクロールして同意しますをクリックします。念のためエクステンションパックがインストールされたことを確認しましょう。バーチャルボックスを開いてメニューからツール機能拡張パックマネージャーを選択します。でインストールしたバージョンのエクステンションパックが表示されていることを確認しましょう。以上でバーチャルボックスのインストールは完了になります。丸にカリーリナックスの作成。それでは次に仮想環境上にカリーリナックスを作成していきましょう。まずはカリーリナックスのイメージファイルをサイトからダウンロードします。これはバーチャルボックス用の仮想アプライアンスイメージになりますね。バーチャルボックスのダウンロードマークをクリックするとファイルのダウンロードが開始されます。現時点でのバージョンは 2025.1c ってやつになりますね。ダウンロードしたファイルを回答したら .vbox というファイルがあることを確認します。バーチャルボックスを起動したら追加をクリックします。ファイルの選択画面から先ほど確認した .vbox を選択して開くをクリックします。左メニューにカリーナックスの仮想マシンが追加されたことを確認します。追加されていることを確認したらカリーナックスを起動してみましょう。メニューからカリーナックスを選択して移動ボタンから通常起動を選択します。起動処理が完了するとログイン画面が表示されるので、デフォルトのアカウントを入力してログインします。デスクトップが表示されたらカリーナックスの作成は完了になります。もしカリーナックスの動作が遅かったり、カクつくようであれば、仮想マシンの CPU やメモリの割り当てを調整してみてください。左メニューからカリーナックスを右クリックして設定を開きます。システムを選択してメインメモリの割り当てと CPU のカオ数を調整します。ここの割り当てを大きくしすぎると、ホスト PC の動作に影響が出る可能性があるので、そこはご注意ください。3、カリーリナックスの環境設定。カリーリナックスを使用するにあたり、いくつか設定しておいた方がいい項目があるので、このタイミングで設定しておきましょう。1つ目が背景の設定になります。ここは好みの問題になるんですけど、今回のバージョンの背景がちょっとガチャガチャしたデザインのものになっているんで、見やすい背景に変更します。デスクトップで右クリックし、デスクトップマネージャーを選択します。バックグラウンドタブから好みの背景に変更して、クローズをクリックします。2つ目がキーボードの変更と日本語入力設定の追加になります。ここでは日本語入力ができるようにキーボードの設定を変更します。左上のカリーリナックスのマークからセッティング、セッティングマネージャー、キーボードの順に選択します。レイアウトタブを選択し、ユーザーシステムデフォルトのチェックを外して編集可能な状態にします。キーボードモデルをジェネリック105キー PC に変更します。キーボードレイアウトのエディットを選択し、ジャパニーズに変更したらクローズをクリックします。デスクトップからターミナルを選択して起動します。まずはアップデートコマンドを実行しましょう。実行中にこのような注意画面が出た場合は Yes を選択します。7と10分程度かかるので少し放置しておきましょう。アップデートが完了したらインストールコマンドを実行して日本語用パッケージをインストールします。インストールが完了したらカリーナックスを再起動します。再度ログインし、日本語入力が可能なことを確認します。画面右下のアイコンを選択し、入力形式をダイレクトから日本語入力に変更します。テキストエディターを開いて日本語入力できることを確認します。日本語入力できることが確認できたら完了になります。3つ目がタイムゾーンの変更になります。ここではカリーリナックスの時刻を日本時間に変更します。左上のカリーリナックスのマークからセッティング、セッティングマネージャー、タイム&データの順に選択します。下部にあるアンロックをクリックし、パスワードを入力してロックを解除します。タイムゾーンを選択し、セレクションからアジア東京を選択してクローズをクリックします。
画面右上に表示されている時刻が現在の時刻になっていることを確認します。4つ目が IP アドレスの設定になります。ここではカリーナックスのニックに IP アドレスを割り当てます。今回は固定アドレスでの設定方法になります。一度開いているカリーナックスをシャットダウンします。画面右上からログアウトメニューを開き、シャットダウンをクリックします。リアルメニューのツールから3本線をクリックし、ネットワーク設定を開きます。新規をクリックして、アダプターの IP アドレス欄に任意の IP アドレスを入力します。今回は 10.0.0.1 を設定します。補足になるんですけど、ここで設定する IP アドレスはホスト OS 側の仮想ニックの IP アドレスになります。カリーリナックスの IP アドレスではありませんのでご注意ください。リアルメニューのカリーリナックスを右にクリックして設定を開きます。ネットワーク設定を選択して、アダプター1の割り当てを納豆、アダプター2の割り当てをホストオンリーアダプターに変更して OK をクリックします。ここで設定したアダプターの種類になるんですけど、簡単に言うと NAT がインターネット側と通信するためのネットワークで、ホストオンリーアダプターが内部と通信するためのネットワークになりますね。設定が完了したらカリー Linux を起動します。もし起動中にアダプター関連のエラーが出た場合は、ホスト OS 側のネットワーク設定を変更する必要があるので、そちらもここで説明しておきます。コントロールパネルからネットワーク接続のメニューを開きます。ホストオンリーアダプターのニックが追加されていると思うので、右クリックでプロパティを開きます。バーチャルボックスのネットワーキングドライバーにチェックが入っていることを確認します。インターネットプロトコルバージョン6のチェックを外します。変更が完了したら OK をクリックしてプロパティを閉じます。変更したニックを一度無効化して再度有効化します。バーチャルボックスからカリーナックスを起動して、問題なく起動できればエラーの修正は完了になります。これでバーチャルボックスの設定が完了したので、次にカリーナックス側の IP アドレス設定を実施します。ターミナルからコマンドラインを使って実施しても問題ないんですけど、今回は設定ファイルを開いて編集する方法で実施します。デスクトップのファイルシステムを右にクリックし、オープンアズルートを選択します。パスワードを聞かれるので入力します。エトセネットワークのディレクトリにアクセスします。ディレクトリにあるインターフェースファイルをコピーしてバックアップを作成しておきます。インターフェースファイルを開いて、イーサ1の IP アドレス設定を追記します。 IP アドレスは先ほどバーチャルボックスで作成した IP アドレスと同じセグメントのアドレスを割り当てます。ここでは 10.0.0.101 を設定します。追記が完了したらコントロール S で上書き保存してファイルを閉じます。ターミナルを開いてカリーリナックスのネットワークを再起動します。コマンドを叩いて設定が反映されていることを確認します。ここで設定が反映されていない場合は、一度カリー Linux を再起動して再度 IP アドレスが反映されているかを確認してください。カリー Linux からホスト OS へピングが飛ぶことを確認します。今度はホスト OS からカリー Linux へピングが飛ぶことを確認します。続けてカリー Linux からインターネットへピングが飛ぶことを確認します。疎通確認に問題がなければネットワーク設定は完了になります。5つ目が共有フォルダーの作成になります。ホスト OS とカリー Linux 間でファイルのやり取りをできるように設定します。まずはホスト OS 上にファイル共有するための適当なフォルダーを作成します。左メニューのツールから3本線をクリックして共有フォルダーの設定を開きます。右側にある追加アイコンをクリックします。フォルダーパスにホスト OS で作成したパスを設定します。フォルダー名とマウントポイントは任意の名前で問題ないので適当な名前を入力してください。今回はどちらもシェアとします。カリー Linux のファイルシステムを開き、設定したフォルダーがあることを確認できたら完了になります。6つ目がホストキーの変更になります。ホストキーっていうのは仮想マシンからホスト OS に操作を渡すためのキーになります。例えば Windows 上で操作する画面を切り替える場合、Alt Tab で画面の切り替えをすると思うんですけど、カリー Linux のウィンドウから Windows 側の画面に切り替えようとすると、Alt Tab だけでは切り替わらなくて、ホストキーと組み合わせることでその操作をすることができるようになっています。画面を切り替える場合はホストキープラス Alt Tab っていう感じですね。デフォルトではホストキーがライトコントロールになっているんですけど、ペンキーレスとかミニサイズのキーボードだと右側のコントロールがないのでここで変更しておきます。デフォルトの設定で問題なければここは変更する必要はありません。バーチャルボックスのファイルメニューから環境設定を開きます。入力から仮想マシンタブを選択します。ホストキーのショートカットをクリックして任意のキーを入力して変更します。 OK をクリックして保存します。 Linux から Windows 側の画面に切り替えることができれば完了になります。7つ目がログインの自動化になります。カリー Linux の起動時に毎回ユーザー名とパスワードを入力するのは面倒なので、自動でログインできるように設定します。デスクトップのファイルシステムを右にクリックして Open as root を選択します。パスワードが聞かれるので入力します。エトセライト DM にアクセスして lightdm.conf を開きます。下の方へスクロールし、オートログインユーザーの項目を修正します。ログイン時に使用するユーザー名を追加して先頭のコメントアウトを削除します。編集が完了したらコントロール S で上書き保存してファイルを閉じます。カリー Linux を一度シャットダウンして起動時に自動でログインされることを確認します。以上でカリー Linux の初期設定は完了になります。4カリー Linux からトライハックミへの VPN 接続。環境のセットアップが一通り完了したので、最後にカリー Linux からトライハックミへ VPN 接続を実施します。まずはトライハックミのサイトへログインします。アカウントメニューからアクセスを選択します。任意の VPN サーバーを選択してダウンロードコンフィグファイルをクリックします。VPN サーバーはアジア圏のものがないので、どのサーバーを選んでも問題ありません。ダウンロードしたコンフィグファイルを共有フォルダに格納します。カリー Linux を起動してダウンロードしたコンフィグファイルが見えていることを確認します。ターミナルを開いて OpenVPN コマンドでコンフィグファイルを実行します。
遅くになるんですけど、コンフィグファイルを実行したターミナルを閉じたり、コントロール C で止めてしまうと VPN 接続が切れてしまうのでご注意ください。 VPN 接続が完了したら、トライハックミーの演習サーバーへピングが飛ぶことを確認します。適当なルームを開いてスタートマシンをクリックします。しばらくするとターゲット IP が表示されるので、そのアドレスをコピーします。ターミナルをもう一つ開いてコピーした IP アドレスへピングを実行します。問題なくピングが飛べば、トライハックミーへの VPN 接続は完了になります。ということで、ハッキングラボの環境構築及び初期セットアップの解説については以上となります。今回実施した内容は最低限の設定になるので、ここからご自身の使用状況に合わせていろいろとカスタマイズしてみてください。ホスト OS や仮想マシンのバージョンによっては動画内で出なかったエラーが発生するかもしれないんですけど、エラーメッセージを Google で検索すれば解決方法は出てくると思うので、紹介されている内容に従って実施してみてください。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。